あ、もう一番はやっぱり田舎の親父が喜ぶなっていう、もうそのやっぱ田舎なんで、僕の地元青森でやっぱ NHK とか郵便局とか強いんですよ。だからやっぱそれ系の仕事が決まると見れるんで、テレビ出ても見れない番組がすごい多いんで、すごいだからもう親戚連中がみんな喜ぶなっていうのは一番に、はい、思いました。あ、でも長谷川さん最近、まあ、たまにしか会わないんで、でも本人はクソって思ってるでしょ。なんで次、なんで俺じゃねえんだっていうのは多分思ってるかもしれないですね。なんでもうワンシーズン長谷川でいかねえんだって思っ、オンエア見たら思うかもしれないですね。はい。ウイカちゃんは局で見かけることあっても、お仕事したことなかったんで、はい、すごい嬉しかったです、お会いできて。まあ、でもやっぱ囲碁将さんが常に両脇にいてくれたんで、ずっともう1年目の時からお世話になってる先輩なんで、謎に緊張してましたね、やっぱお二人が。セリフあるわけでもないのに、文田さんも笑顔が硬くて NG 出しまくってたんで、ちょっとそこは今度会った時ちょっと言っときます、ちゃんとしてくださいっていうのは。はい、もうずっと喋ってましたね。もう普段から楽屋でももうどうでもいいような話を、まあ基本芸人っていうのはしてるんで、ずっと喋ってました、今日は楽屋で。はい。いや、すごい最新の技術をたくさん取り入れてるんだなっていうのは驚きましたね。僕自身がやっぱもう年齢も今45で、だいぶアナログ化してきてて、やっぱついていけないサービスとか多いんですけど、すごい便利になってるんだなと思いましたし、配達員側の目線のものもあったじゃないですか。なんか携帯であれしたら最短ルート出るみたいなの、ああ、こんな風になってんだなっていうのはすごい驚きましたね。まあ、青森の高校出て、僕大阪で学生時代送ってたんですけど、仕送りは郵便局でもらってましたし、全国とやり取りするのに一番便利なのはやっぱ郵便局なんで、よく母親とお金を下ろしに行くのを郵便局に一緒についてて、そのままスーパー行ったりとかもしてましたし、この前ちょっと青森で不動産のやり取りを向こうにちょっとその休める家みたいなのをちょっと買おうと思ったんですけど、向こうの銀行に行かないと取引できないって言われて、郵便局だったらでき、全国できるんで、東京からでも振り込めますよって言われて、あ、やっぱ郵便局便利だなってその時も思いましたね、ちょうど今年。はい。ああ、今日ちょっとやっぱカメラに映ってる自分を見て思ったんですけど、毛量の減り方がもうどんどん進化してますね。もうこんなに髪ぺたんこだったっけっていうぐらい髪がもうすごい減ってて、まあでもいいことなんですよ。やっぱ年とともに薄くなりで、よりひょうきんになっていくっていうのは、やっぱハゲてる方がやっぱ面白いんで、はい、これから多分もうちょっと進化して、もうちょっとまた面白い顔になるんじゃないかなっていうのは、はい、進化してます。だから、はい。